ニコラ・テスラは言いました。天才とは 99% の努力を無駄にする 1% のひらめきである。彼が大切にしてきたマインドは直感とインスピレーションでした。目に見えるものは目に見えないもの。今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。ニコラ・テスラが発明したものの多くは今日の社会基盤を作っていると言えます。例えば無線技術などは地球上の電磁波が共振し合ってそれぞれの情報を送り合っていますよね。今となっては当たり前の技術ですが、研究当時は未知の分野で近距離での通信に成功した人すらいませんでした。しかしテスラは影も形もなかった無線技術を完成させ、公園で近距離通信を実現してみせました。結果は見事成功し、後に続こうとする研究者が次々現れました。なぜテスラは誰も知らなかった無線に可能性を見出したのでしょうか。それは彼自身の経験や見て触れたことを得意分野と結びつけて考えたからに他なりません。今回はニコラ・テスラ最大の武器であるひらめきについて見ていきたいと思います。あなたは何かをひらめいたとき、どのような感覚になりますか？視界がクリアになる、肩の力がほぐれるなど、どちらかというと身体がリラックスするような感覚を表す人が多いと思います。テスラはこれを脳に火がついたと表現しました。体に電流が走ったとかならまだわからなくはないですが、脳に火がつく感覚は想像するだけで何かに駆られているように思えますよね。しかしテスラは脳内で生まれた火を絶やさないためにあえて気分転換を行うことが多かったそうです。パリの工場にこもって作業していた時のこと、テスラは有名な製造業者と一緒に狩りへ出かけました。長らく外に出ていなかったこともあり、新鮮な空気を吸うたびに爽快な気分になりました。帰路に着く途中、テスラは体全体が急に熱くなる感覚に見舞われました。それはまるで身体の中の小さな太陽がテスラ自身を発光させているようだったといいます。特に熱く感じたのは脳で、急に炎が燃え盛る感覚だったそうです。当然テスラは頭の熱さに苛まれました。少しでも緩和させるために一晩頭を冷やし続けます。それでも完全に収まるまでは3週間以上かかりました。知恵熱のような感覚を味わっていたとしても、そこから生み出される想像力は計り知れないのは確かですよね。しかしそれほどの衝撃を受けても、それを形にしていかなければ意味がありません。ひらめいたとしても自己満足で終わってしまいます。テスラのように想像力を発揮させるにはどうしたらよいのでしょうか。テスラは脳に火がつく前、人に誘われるがまま行動した結果、とてつもないリラクゼーション効果を得ることができました。毎日同じ環境で同じことをやっているとパフォーマンスが低下してしまいますよね。こうなると自分自身のことは後回しになりがちです。スティーブン・ R ・コビー博士が提唱した7つの習慣の一つに刃を研ぐという考え方があります。これは自分自身を常に手入れしておくことで最大限のパフォーマンスが引き出せるというものです。根を詰めて物事を進めるよりも一呼吸置いたり全く違うことをやってみたりすることで仕事の効率がはるかに高くなります。テスラが脳に火がついたのも狩りでの経験が大きかったといいます。自然豊かな場所で新鮮な空気を取り入れただけでなく、狩りという畑違いのことをやったのが良かったのでしょう。心身ともにリラックスさせることでひらめきやすい環境を作ることができたのです。何かをひらめくためには自分自身が何を思いどう感じたのかが大切です。ニコラ・テスラはそれをとても大事にしてきました。テスラは生涯共振にこだわりを持っていましたが、元は幼少期に体験した出来事がきっかけだったのをご存知でしょうか。幼少期のテスラは友達と遊んでいた時、雪玉が雪を巻き込む形でどんどん大きくなっていくのを目にしました。雪玉は斜面を転がりながら肥大化を繰り返した後、壊れて雪崩のように谷底へ落ちていきました。テスラ少年は小さな力は計り知れない自然の力を解放することができると思いました。そしてこの経験は
小さな力から大きな力を引き出すという生涯の研究テーマにつながったのです。雪玉の一部始終から感じたエネルギーは相当のものだったと思います。この時テスラはすごいと感じたからこそ大きな力をもたらすことができると直感できたのでしょう。このようにテスラの直感はこれをきっかけにして様々な発明をもたらし、私たちの生活に欠かせないものとして残っているわけです。直感はひらめきの種である以上に潜在意識からのメッセージでもあります。私たちは毎日無意識で何かを決めていますが、それは紛れもなく直感で決めていることに過ぎません。テスラの直感が育まれたのは遊び場でもあった故郷の山野でした。そこで釣りや紙鉄砲などをして過ごしていたそうです。少年時代はとにかく冒険心がいっぱいで、空を飛ぶために傘を持って屋根から飛び降りたことがあるほどとてもわんぱくでした。そんなテスラですが、長年にわたり強烈な幻覚のようなものに悩まされ続けたといいます。消したくても消せないイメージについて彼は次のように語っていました。何か言葉が耳に入ると指示された物体のイメージが目の前にありありと浮かび、時として自分が見ているものが現実かどうか区別できなくなった。現実かどうかもわからないほどのイメージを受け入れるというのは並大抵のことではできないですよね。しかしテスラはそのイメージを無意識に受け入れようとしていたのです。その方法とは読書でした。テスラは父親の本棚を読み漁り、様々な知識を吸収していきました。科学や技術に関する書籍はもちろん、論文を熱心に読んでいたそうです。本を読むことで知識を増やすだけでなく、浮かんでくるイメージを取り込んでいくようになるのでしょうね。そうすることで考える力も養われていったと考えると合点がいきます。テスラは次から次へと現れるイメージを取り込むことでひたすら思考し続けました。テスラの思考は思考実験と称されるほどとても複雑なものなのですが、同時に新しい発見ができるものでもありました。何かを発明したり開発したりする際、普通は設計図を書いて実験を行いますよね。しかしテスラは設計図も書かなければ公の場以外で実験することもありませんでした。テスラは自らの発想をもとにこれまで得た知識と持ち前のイメージ力で絶えず頭の中でシミュレーションを行い続けました。その結果、代名詞となる交流システムが大絶賛され、テスラは名実ともに電気の魔術師と呼ばれるようになったのです。テスラの思考パターンは直感、イメージ、実験の3つに依存していたと考えられています。直感とイメージは先ほどご説明した通りですが、あれほど実験を行わなかったテスラがなぜそれに依存していたのでしょうか。テスラはアイデアが浮かぶとすぐに頭の中でシミュレーションを行いました。基礎となる装置はどうするのか、ダメだった場合はすぐに改良して再シミュレーションを行う。実際に試すとなると膨大な時間を要しますが、テスラは実際に試すことなく思考実験に時間を費やしたのです。テスラの発明にはアナロジー的な思考がたくさん含まれています。アナロジーとはイメージや言葉から関連となるものを探して考えることを指します。今話題の AI 研究に役立っており、認知科学や発達科学の分野では欠かすことのできない思考法でもあります。アナロジー最大のメリットは幅広い視点で物事を捉えられることが挙げられます。 A と B を見比べると全く別の事柄に捉えがちになってしまいますが、よくよく観察すると類似点や関連性を見つけることができるわけです。テスラは生涯知識や情報の収集を怠りませんでした。そして周りを取り巻く環境をよく観察して思考実験を繰り返すことで自然とアナロジー思考になっていったのではないかと思われます。このような外的刺激から多大なインスピレーションを受けて発明を行ったのではないでしょうか。些細な出来事だったとしても、それが後にどこで影響をもたらすかは分かりません。しかしながら、その出来事をきっかけに本質を学ぶことだって十分あり得るのです。
直接的には役に立たないものでも、アナロジー思考で物事を見れば意外な共通点が見つかります。テスラはそれを感じ取ってすぐに思考実験を行いました。しかしこれはすぐにできるものではありません。意識的に目を向けないと見えてこないものです。ニコラ・テスラのようにひらめきを生かすためには、次にお伝えする4つのポイントが鍵を握ります。1、リラックスすること。物事を成し遂げるためには一定の努力が必要ですが、努力しすぎるのもかえって毒になってしまいます。一時の休憩が思わぬきっかけを生むかもしれません。頑張りすぎず自分をいたわってあげましょう。2、直感を信じること。強く惹かれる何かを感じ取った時は、潜在意識の自分が必要としているメッセージです。五感で物事を捉えることはまさにひらめきの種をつかんだと言ってもいいでしょう。脳に火がつく現象を味わったら、それを無駄にせずメモなどをして記録するのも良いですね。3、思考を続けること。テスラは生涯にわたってさまざまな思考を繰り返してきました。構想を実現するために彼は何通りものアイデアを脳内でシミュレーションし続けました。些細なことに疑問を持つことはもちろん、見て聞いたことに感情が揺さぶられることも立派な思考です。考え続けることで誰も思いつかなかったことが発見できるかもしれませんよ。4、物事の共通点を見つけること。物事の本質は別の事柄を見比べ、似ている部分を探すことで見えてきます。テスラの思考原理となったアナロジー思考は、頭の中でロジックを組み立てながら物事同士の共通点を見出してきました。これはそれらに共通する法則に気づきやすくなるということでもあります。法則を理解すると、何事にも応用する力が極大にアップします。テスラが奇想天外な発明を行ってきたのは、ひらめきを広げ続けた結果だと考えます。しかし発想だけでひらめきを形にすることはできません。全く異なる分野だとしても、知識として取り入れてそれをもとに考え続けることで、思わぬものが誕生する可能性があります。私たちもテスラの思考パターンに倣って、いろいろな物事に取り組んでいきましょう。